坂本は綺麗な桜を見ているのではなく、鼻血が出るのを抑えているのだ。坂本は綺麗な桜を見ているのではなく、鼻血が出るのを抑えているのだ。坂本はエレベーターのボタンを押したが、指が離れなくなってしまった。直前に鼻くそをほじったのが原因だろうか。坂本はエレベーターのボタンを押したが、指が離れなくなってしまった。直前に鼻くそをほじったのが原因だろうか。坂本は自分を責めた。自分の不注意のせいでチームが試合に負けたことを。坂本は自分を責めた。自分の不注意のせいでチームが試合に負けたことを。こんにちは、どうも、はじめまして。どこ出身なの？京都。いいとこ住んでるね。いや、かわいいよね、本当に。あ、今度ご飯行く。ご飯。坂本はビデオチャットを楽しんでいるように見えるが、実際はただの独り言である。坂本はビデオチャットを楽しんでいるように見えるが、実際はただの独り言である。坂本はいつも昼食にパンを食べる。それにしてもこの弁当箱は明らかに大きすぎる。坂本はいつも昼食にパンを食べる。それにしてもこの弁当箱は明らかに大きすぎる。坂本の超能力シリーズ第46弾。坂本はスイカの種を100円玉に変えることができる。坂本の超能力シリーズ第46弾。坂本はスイカの種を100円玉に変えることができる。